またパンチさせてってなる。まあだいぶ変わると思いますよ。変わります？はい、1日で。1日です。今日、はい、今日変わるってことですか？はい、今日高い取ろう。よし、高い取ろう。体脂肪率はどうでした？体脂肪が26ぐらいやから、はい、あれですよね、理想は20前半ってことですよね。そうですね、ちょっと多いね。まあだいぶ変わると思いますよ。変わります？はい、変わってください。お願いします。1日で。1日です。今日、はい、今日変わるってことですか？はい、今日こうお腹はシュッとしてたいじゃないですか。でもやっぱね、こうね、ふにっとふにっとしてくるんですよ、これ。あー、全国にいろいろ見せたくないものが流れてます。ミーケスって YouTube 出させてもらってるんで、はい、これ変わらないと。今日で変わりますから。よろしくお願いします。はい、お願いします。サウナスーツがあるんですよ。サウナスーツ、それ着たら全然違うんで、それ着ましょうか。あの、せっかく露出してきたんですけど。いや、大丈夫大丈夫です。着た方がいいですか？そうわかりました、はい、じゃあ着ます。あのサウナスーツの中にちょっとね、こういう速乾性のあるやつ着た方がベタベタしにくくていいんですよね。そう、着た方がいいです ねちょっとでもこのサウナスーツの不快感からね、逃れれるように。おし、これ、はい。あの、また掃除してるんですか？さっきもしてたんですよ。今から撮りましょうみたいな時もね、掃除してたんですよ。回ってからもまた掃除するんですよ。どうなってるんですか、ほんま。今から最初にやるのは自転車やります。はい、自転車、はい、それでやるのがやり方なんですけど、心拍数上げずにゆっくり軽くやるんで全くしんどくないです。あ、しんどくない。そうそうそう、よかった。しんどくしたら脂肪と思えないですから、会話ができるところでやりますから、はい、全く大丈夫です。あ、よかった、わかりました、はい、じゃあ行きましょうか。はい、やってみます。ここ、あ、でもすごい、確かになんかリラックスできそうな机なんですけど、めっちゃ、すごい。え、これ暖房をこんだけ耐えてやってるんですか？そう、ストーブ。これも、あ、ここマジですか？遠赤外線。このスペースの、え、ちょっと待ってください、しんどくないっていう話じゃなかったんですか？いや、しんどくない、しんどくない、しんどくないけど、うちの73歳来てるもん。73歳もおばあちゃん来てるね。おばあちゃん、しかも73歳のおばあちゃんでもできるぐらいね。なるほど、じゃあできます。大阪だったね。そう、大阪です。行くのですよ、めっちゃ近いです。仕事は何？仕事はね、モデルとかタレントとかをもう超ローカルなんですけど頑張ってやってます。全国で一応やってます。そう、食べます。峰のりえって言うんですけど、のりえもんって呼ばれてます。のりえもん。はい、覚えててください。はい、わかりました。汗はめっちゃかいてます。分かってる、分かってる、 OKOK、 いい感じ。なるほど、各自。はい、で、心拍計ね、これで、うん、OKOK、 OKOK、 一番いいとこ。あ、一番いいとこ、やった、一番いいとこもらった。あ、できてきた気がする。もうなんかボクシング習得できてきた気がする。ゆっくり。あ、もうちょっと、行き過ぎたか。あ、すいません。そうそう、ゆっくり、もっとゆっくり行く。え、もっとそうそう、もっと、そうそう、ゆっくり。どんどん熱くなってる。え、暖房の温度って一緒ですよね、上がってるわけじゃないですよね。で、自分が燃えて熱くなってるってことですよね。確実にどんどん熱くなっていってる。ゆっくりゆっくり。あ、まあ、8分。あっという間に8分。足真似しや、はい、足真似しや、はい、閉じて右足を90度に開く。右足を90度、はい、右のかかとやや後ろ、やや後ろ、そう、はい、左足を前、左足を前、クッション、そう、これが足のスタンスね。はい、右手は自分の顎の横、そう、はい、左手はこう少し隙間を少し上げて、こういう感じで左目の前らへん、左目の前、はい、で打つ、でジャブで左のジャパンついて、ジャブ、左左左から左で、ここ、そう、左右、そう、左右、そう、左右、そう、おお、結構全身運動。なんかこう腰
お、なんか結構ちょっと回しましょうか、これをつま先を、あ、つま先、そうそうそう、ほんとなんか腰が入りますから、そうそう、あ、そうかも、ポン、そうそう、ポン、そうそうそう、ワン、そう、お、そう、お、あ、めっちゃ動く、あ、結構動くな、どうです、いけてます？オッケー、大丈夫、オッケーよ、はい、そう、ほ、ほ、オッケー、結構深呼吸、あ、これ、おー、あ、でも楽しい、なんかちょっと自分がかっこよく思える、深呼吸、深呼吸、え、思ったより。あのハードじゃない、今日めっちゃ覚悟してきたんですけど、いける、休憩しよう、おお、いきますよ、せーの、ワン、ドン、はい、ドン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 、こう、ドン、うん、ガード上、はい、うん、そうそうそう、でここに、ここに体重乗せるようにしたら、そうそう、強いパンチが出るから、そう、そうそうそう、おお、これ、はよまたパンチさしてってなる、そうそうそう、逆に、それがトレーニング、はい、次、足平行にして、そうそう、腰だけ回していきます、腰だけ、そう、そうそう、ゆっくり深呼吸しながら、そう、めっちゃ腰に効くやつですね、これ。ウエスト、あ、ね、ウエスト、めっちゃウエストシェイプしてる感じ。お腹へこめて、お腹に力入れて、ちょっともっと軽く、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 もっと軽く、もっと軽く、深呼吸しながら、深呼吸、深呼吸、もっとゆっくり、そうそう、ゆっくり、回転ゆっくり、そう、気持ちいい、動けば動くほど涼しい、やっぱサウナスーツってめっちゃ暑いですね、あ、なんかさっきよりうちリラックスしてできてる感じしません、なんかこの感じ、の方がいい感じ、よっしゃー、いい感じ、才能的にどうですか、才能はすごいある、あるすごい、え、ちょっと今の撮った、あと1年したら世界チャンピオンになれる世界取ろう世界取ろうっていうリップサービスまでもらえる、 OK、 はい、深呼吸、 ありがとうございます、あ、気持ちいい、深呼吸、だからもう今日は十分やったんで、お、これで終了しましょうか、お、今日どうでした、今日その初めはやっぱりなんかボクシングってめちゃめちゃハードで、もう多分今日一日これをやってしまったら何もできないやろうなっていうぐらいの覚悟できたんですけど、逆にリフレッシュしてなんかすごいやる気に満ちて、もう今から何しようって走って帰ろうかなぐらいのなんか元気になりました、逆に、うん、めっちゃ気持ちいいです、いっぱい汗もかけて、はい、こちら普段来られた方はワンレッスン、はい、今のミッド打ちの3分間を3ラウンドしてもらえるんですよね、全員、はい、お、全員してもらえる、これめちゃめちゃ効いたし気持ちいいし、かなりおすすめですね、めっちゃ良かった、またいつでも遊びに来てくださいね、じゃあ世界目指しましょうか、よっしゃ、一緒に撮ろう、行こう、で、これもちょっとボクサーは単に痩せればいいだけではなく、減量後に試合が待っています、スタミナやパワーを残したまま体脂肪率 1% まで落とした完全栄養のスープを再現しました、めちゃくちゃすごくないですか、それ明日のスープすごい、え、でも
カレー味ってことですか？いやいやじゃなくて、うん、スープスープスープなんや。野菜ゴロゴロスープ、野菜ゴロゴロスープ、めっちゃ美味しそうじゃないですか。スタミナを落とさずに減量できるスープなんですね。じゃあこれ今日このトレーニングの後に飲んだらもうベストみたいな感じですね。そうそう食べるって感じだね。あ、食べる、そうですよね、ゴロゴロですもんね、うん、ね、お腹にもたまるし、これを飲んで、はい、ありがとうございます。で、あれですね、パーソナルレッスンもあって、パーソナルレッスンは通常30分やけど、会長が専属で1時間みっちりしてくれるコースもあるんですよね。はい、そう、皆さんホームページぜひチェックしてください。こちらね、現地に来れない方のためにオンラインのレッスンも用意されてるみたいです。そちらも詳しくはホームページからご覧ください。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。またいつでも来てください、ね、はい、またよろしくお願いします。ありがとう。